皆さんこんにちは。高北出張所の谷口です。毎日厳しい寒さが続いております。寒い場所、暖かい部屋などの寒暖差がもたらす体への悪影響はご存知でしょうか。急激な温度変化により血圧が上下に大きく変動することで起こる失神、また心筋梗塞や不整脈、脳梗塞などによる突然死のリスクが大きく上昇します。突然心臓の動きが止まってしまった場合、救命率を上げるために心肺蘇生法は欠かせません。したがって本日は心肺蘇生法についてご紹介します。それでは早速実践していきましょう。1. 周囲の安全を確認、反応の確認。周囲の安全、よし。わかりますか？大丈夫ですか？わかりますか？意識なし。現場の安全を確認した後、肩を軽く叩きながら、大丈夫ですか？と呼びかけてください。この時、声の大きさや叩く強さを徐々に強くしていくようにしてください。2. 助けを求める。すいません、誰か来てください。はい。119番通報と AED を持ってきてください。 AED がなくても必ず戻ってきてください。わかりました。反応を確認し意識がなければ直ちに周囲に助けを求め119番通報の指示を出してください。続いて AED が近くにあれば持ってくるよう指示し、 AED がなくても必ず戻ってくるように伝えてください。周囲に人がいなければご自身で119番通報を行い、すぐに心肺蘇生法を行ってください。 3. 呼吸の確認。普段通りの呼吸の有無を10秒以内で確認。呼吸の確認をします。1、2、3、4、5、6。呼吸なし。周囲に助けを求め119番通報、 AED の手配が終われば呼吸の確認を行ってください。胸とお腹を目視でしっかり確認し、普段通りの上下運動があるかを確認してください。4. 胸骨圧迫。胸の真ん中を1分間に100回から120回の速さで約5センチ沈み込むよう30回圧迫。胸骨圧迫を実施します。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。呼吸の確認で呼吸なしと判断すれば胸骨圧迫を行います。胸の真ん中を圧迫し、圧迫方法は手の付け根の硬い部位で胸の真ん中を圧迫します。1分間に100回から120回の速さで約5センチ沈み込むよう30回圧迫。圧迫したら押した分しっかり戻してください。この時肘が曲がらないよう注意し、強く早く絶え間なくを意識してください。 5. 気道確保、人工呼吸。片方の手はおでこ、もう一方の手の人差し指と中指を顎のやや下のくぼみにかけ、顎を引き上げ、頭を後ろに後屈させます。その状態のまま手で鼻をつまみ、自身の口を大きく開け、相手の口を覆い塞ぐようにしてください。胸を目視にて確認し、1秒かけて胸が少し膨らむ程度に息を吹き込み、それを2回実施してください。この時の注意点は、気道確保ができていなければ息を吹き込んでも胸が膨らみません。胸骨圧迫の中断時間を少なくするため、
人工呼吸は失敗を含め2回以上行わないようにしてください。また人工呼吸に対して少しでも抵抗がある場合は実施せず、胸骨圧迫のみを行ってください。6、心肺蘇生法。先ほど説明した項目を一連の流れで繰り返し実施するのが心肺蘇生法です。周囲の安全、よし、救急車が到着するまでの間、一人で胸骨圧迫を続けることはとても大変です。すいません、誰か来てください。絶え間なく効果的な胸骨圧迫を続けることが大切ですので、交代できる人がいる場合、疲れる前に交代してください。呼吸の確認、1、2、3、4、5、6、呼吸なし、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。以上が心肺蘇生法となります。大切な家族や友人が突然倒れてしまった場合、駅や街中で目の前の人が倒れてしまった場合、勇気を出して心肺蘇生法を実施してください。以上、西脇消防署からのお知らせでした。